懐かしいでしょ。まあ、あのだな、言うたでもう43年前のバイクなんでね。もう43年も前のバイクなんです。だから北米仕様やからマイル計ついてあるでしょ。スピードメーターがマイル計になってるでしょ。もう国内はほとんどないんでね、あったところであのサビサビになっちゃうんでね、国内は湿気多いから。メーター詳しいんですよ、僕は。あ、ほんまに？メーター屋さん？あ、ほんまに、リビルトとかされますの？え？メーターリビルトとかすんの？なるほど。今マイル計を記録屋にしてもらうとこが少なくなったからね、うん、みんなやめてますから、うん、今やったらね、何分ぐらいかかりますこれで。メーターキロにリブルド、いや抱いてみたら5万円ぐらいね。やっぱそんなもんやね、うん、それでも安いわ。いや、あのスピードだけよね、タコ入れたら7万だもっと10万ぐらいで前に来たかな、うん、多分みんな探してはるから、ひょっとしたらまた名刺とか置いててください。また紹介しますわ、僕。うん、また後でいただきますわ。はい、どうぞ中入って待っててください。今日どちらの方から？岡山から。あ、岡山さん。もう有名な方ですね。いや、めっちゃ有名な方ですね。行きます。めっちゃ有名ですね。ありがとうございます。またお会いしましょう。気づけて帰りや。ありがとうございます。男前やな。顔隠して。これ何年モデルの何ていうバイク？ちょっとモデルまでは分からへんですけど。うん。エイプ、ホンダのエイプ。エイプ、これ何 cc 使用？一応100です。100やけど、まあ 50cc やけど 100cc やよ、ハッタリして入れてるわけやな。そうですね。オッケーです。エンジン、どこのマフラーこれ？オーバー。オーバー。オッケー。エンジン音聞かせて。